デブキャンです。今回は5月22日にジュースジュースのクリアファイルお渡し会っていうのがあったんで、稲葉さんのお話し会にちょっと行ってきたんで。いいクリアファイルですね。そう、これがもらえるんですよ、その本人からね。いいな。うわ、いいな。そういう件があったので、しかも15秒ぐらい話せる長の、稲葉さん、井上レイレイ、入江梨紗ちゃん、この3人に行ってきました。すげえ指の形、3の出し方キモ。すごいな。黒ひげ危機一発みたいで、どこが出んのか分かんない。結構、どこだみたいな。いつも通り。ここまで許せるよ。で、この3人とお話をしてきたので、まあ、そのレポ、再現レポでしていこうかなと思っております。皆さん、お楽しみに。それでは、It's Tasting Time。ジュースジュースお話し会。稲葉さん、入江梨紗ちゃん、入江梨紗。なんかすごかったらしい。そういうのだけは聞いて。なんか大優勝したみたいなさ、え、稲葉さん、連番さんですね、知り合いと。あと、ティオもいたし。あ、はい。オティオ立ちね。そう、オティオ立ちが。オティオ立ちだとティオだけになっちゃう。で、ティオが、まあ、ミッドナイトパーカーを着て、いろいろと言ってたわけですよ、もともと。で、ティオは、ティオさんみたいな感じもうなってるらしいの、稲葉さんと。で、で今日、友達来るから、みたいなことは言っててくれたらしい、序盤に。なるほどね。で、連番した人も、ちょっと作戦練りまして、最後に、ちょっと僕の紹介お願いしますって。写真集見る系 YouTuber でお願いしますって。前振りをね。したら、連番の人が、次写真集見る系 YouTuber の方来るんで、って言って出てきました。言ってくれたんで。僕です。ありがたいね。稲葉さんのところに入ります。どうも、写真集見る系 YouTuber です。ミッドナイトボーズさんじゃないですか。すごいな。すごいな、マジで。いやいや、ほんと、ごめんなさい。謝っちゃってる。そうだよな、ね。俺は謝りたいもん。見ましたよ。にやけちゃダメなやつ。かわいい。あれは耐えられないです。ほんとありがとうございます。あ、だ、ごめんなさい。ちょっと一旦あれですけど、僕写真集のお話し会イベントに一回行ってるんですよ。はい、あの時に前回のラブリネスのやつちょっと見たよみたいなことポロッと言われて、はい、ごめんなさいって謝って出てきたんですね。はい、それを踏まえておいて。前回ちょっと言われそびれちゃったんですけど、就活中で、え？就職？これからの人生を応援してください。重っ。うふ。頑張り、マナカン。うわ。やったお前それ。やったーって言い決めてたんで。って感じですね。やったーか。嬉しいだろうな。言いたかった。前回言えなかったんですよ。僕、頑張りマナカもらいに行ったら、入って、はじめましてって入ったら、あ、ちょっと YouTuber でしょって言われて、やばっと思って。ドキッとしたさ。ドキッとしてて、写真集のそのラブリネスのやつを友達と見たんですよって言ったら、YouTube で見たよって言われて、そっからおどおどしてごめんなさいごめんなさいって出てっちゃったんで、頑張りマナカももらえなかったんですよ、前回。で、今回ちょっと長めのアルバムだったんで、うん、頑張りマナカももらえて、しかも写真集のやつも見たよと。やばいな。ちょっとさ、見上げちゃダメなやつでしょのとこもう一回やってもらってもいい？全部マナカ、見ましたよ。見上げちゃダメなやつ。え？そうなんでしょ？俺もなるよな。さすがになるよな。さすがになる。いや、重い。体全体で。あれで、しかもあれ、湯気出るわ、湯気出る。本来ならさ、最低キモキモ来たじゃん。最低キモみたいな。あれをやった上で、稲葉さんは見ましたよって、ありがとうございますまで言ってくれたから。そう、確かに何に焼けてんのみたいな感じ。そう。お前よく帰ってこれたら。僕しかもこれカントリーガールズから稲葉さん好きなんですよ、うん、すごい長い間好きで、やっとお話ってこれ。お前よく生きてんな今。顔真っ赤で湯気も出してな、蒸発しそうでな。そう、やばいよ。危なかった。俺だったらもう死んでるわ。それネギさん液体なんだ。僕液体です。答えなんですけど、基本は答えなんですけど、猫は液体って言うからな。で、次、入江ちゃん。はい、これは入江ちゃんもう完全に初めましてだったんで。そうね。あ、そうだね。しかも何言うかも直前にもらったんですよ。入江ちゃんどうですかみたいな、入江ちゃんの人から。うん。で、まあ。入江ちゃんのオタクって言ってる。入江ちゃんの人っておかしいだろ。で、その人からもらってどうしようかなと話すこともあんまないし。うん、まあでもその時、ジュース、私服でお話しかやってるから。ああ、はい、そうなんだ。うん。私服褒めるかと思って。うん。とりあえず、俺のシミュレーションに始めまして、私服可愛いねって言って、うん、で、その私服のおすすめポイントはどこみたいな感じで、あ、いいねみたいな感じでちょっと、俺も着ようかなみたいな
軽くね、考えながら、ね、ジャブをしながら、初めてだから。いいね。気持ち悪がられない。ちょうどいいな、そのボケは。いきました。はじめまして。はじめまして。え？え？お前見なかった。何言えるの絵なんだ？YouTube 見たことあります！すごい！キリエちゃん！私服可愛いですね。ありがとうございます。お前クソほど仕事できないマニュアル人間じゃねえか。YouTube 見てる？おいおい。バグってる。はい、はい、ありがとうございます。バグってるって会話の順番がバグってる。ええ、ちょっとびっくりして、ドキドキしてる。おかしいよ。バグってる。ありがとうございます。あの、今、就活中でね、あの、頑張ってって言ってほしいんですよ。あ、頑張りさ。あ、かわいい。ナイス。来たー、来たー。小田裕二だからね。小田裕二だから。小田裕二。ありがとうございます。小田裕二。理解でした。誰だよ、ね、その前にさ、ということです。誰だよ、めちゃめちゃそのニコニコして可愛いのよ。可愛いな、小動物系の可愛さ、うん、で、それでまず可愛いと思ったら、あの YouTube 見てます、見たことありますって言われて、いいだな。で、僕は私服可愛いねって言いつつもりだったから、先にこれを消化しないと次の言葉が出てこないので、とりあえず私服可愛いね、うん、でそっから戻ったのね。そう、ちゃんとでびっくりしたの。私服可愛いねって言われた時に YouTube 見てるのが出てきて、絶対にあの正解できない軍の並びからこれ正解だろ。やっぱ俺らちょろいからな、うん、YouTube 見てますって言われたらもう好きになっちゃ う、ね、嘘でもへーってやっちゃうからびっくりしたんですよ。その夜ツイートでね、入江リサ押しますって言ったらすごいいいねが来てた。責任重大だよ。いやでも可愛いのでね、うん、個別とかあったらね、なんとか入江ちゃんのとこにも行こうかなと思っています、はい、いや頑張りさーもらい、そう頑張りさーもらいたかったの。そうだからその入念にさ、最初に頑張りさーのポーズをそのお宅の方に、どうしたっけみたいな、うん、こう入念にね、で教えてもらって、で頑張ってって言ってほしいんですよみたいな、こうやってポーズをしながらリサちゃんに言ったら、あって気づいて、頑張りさーってやってもらって、来たー。頑張りさーからの小田裕二ですから。本当はそんな、来たーって言ってないけども、本当に、来たーって言って、喜んで出てきたって感じです。いいねー。やって喜んでくれるのが向こうも嬉しいと思うしね。うん、ってことで、あの、次、最後、イレイレ。イレイレ。イレイレも完全に初めましてで、これもやりたいことがあって、なるほど。初めましてで、年も近いということで、まあ、お箱というか、年齢当てクイズをして、本当ですね。お家芸ですね。これだけやろうかな。いきました。初めまして。初めまして。今持ちギャグあるって。初めましてなんだけど、ここでクイズです。いやー、嫌なおじさんだ。クイズ？よし。さあ、当たるのかな、レイレイは。さて。僕はいくつでしょう。さあ、来た。難しい。うわぁ、ちょっと待って。これ難しいぞ。これはむずいよ。あなた、初めましてなんでしょ。いくよ。22。え、天才。え、ほんと？正解は、21。違うんかい。でも、再来週22。またね。あははは、またねー。若く見積もって言うからね。そう、すっごい多分下に見積もって、22って言ったら、ちょ、そんなわけないでしょ。そんなわけないだろう、待ちかもしれないけど、21って、下です。下です。まだ下です。そんな甘くないですよ。そんな甘くないです。全然21です。世間は厳しい。世間は厳しいよ。この動画が出てる頃で多分22ですけども、21ですよ、井上レイさん。全然。あなたの1個上です。うわー、難しい。まだまだ世の中ね、こういう人もいるますからね。やだなー。世界は広いね。はい。ということでね、ジュースのお話し会でした。ということでね、クリアファイルお話し会です。なんでこんな面白いかな。いや、これはね、やっぱ面白い、俺も面白かったもん。特にレイレイとかフランクで話しやすかったし、稲葉さんはずーっと好きだった人とやっと出会った。確かにね。なんか今回はそうだ、稲葉さんのなんか面白いもあったし、可愛いもあったもん。そうなんだよね。そう。マジで、結構いいとこ盛りだくさんじゃない？そう、盛りだくさん。そう。デブキャンが。だってもう一回やってもらっちゃったもん。そうね、私のおかわりがあったもん。そうそうそう。この動画も何回見直してください。可愛くなってるから。いやー、これやばいな。この動画結構やばいな。いいでしょ、うん、稲葉さんの最初で最後ので、もうね、次、武道館ですから、本当よ、卒業されるということで、
まあ、よかったな、最後行けてよかったなって感じで、楽しい時間を過ごせました。そして、イリエリサちゃん、待っててね、ということで。追いかけてくんじゃん。待っててねがやばいもんな。さあ、ということでね、今回は終わりましょう。それでは、バイチュー。